どうも、ハイチです。今回はサムネイル等にも載ってるかと思うんですが、受験前のポイントとか、まあ、準備しておくもの、心得等をお伝えできたらなと思って動画を撮っております。で、内容がかなり盛りだくさんとなっているので、早速本題に入りたいとこなんですけれども、もしかしたらお子さんからですね、ちょっとこれ見といてと言われて、私を初めてご覧いただいた保護者の方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと簡単に自己紹介させてください。改めて、ハイチと申します。普段は授業の動画や学生に向けた勉強法のアドバイス等を動画で配信する活動をしている人間です。で、今日は少しお時間をいただく形になるんですが、受験当日の準備とちょっと保護者の方の力が必要な部分もありますので、どうぞ最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。それではまず一つ目は当日の交通の確認です。高校受験の方であれば自転車で行かれる方もいるかもしれません。ただ車を使ったり電車を使う方も多いと思うんですね。で、電車を使われる方は必ず何駅の何分の電車に乗って、例えば乗り換えが必要だったら乗り換えが何分かあるのか、もしそこが乗り換えが怪しいようだったらちょっと余裕を持ってその後1本遅らせても大丈夫なようなシミュレーションを全部しておいてください。普段電車を使われている方だったらいいんですが、お子さんの中では電車を使ってない方もいます。その時はやっぱ保護者の方が協力していただいた方が確実なシミュレーションができますので、ぜひご一緒にやっていただけたら嬉しいです。ちなみに会場に入る時間なんですが、個人的には1時間前には会場に着くようにしてほしいと思ってます。受験自体が朝早いので1時間前は早いなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、精神的な余裕ってすごく大切なんですね。やっぱりこうギリギリに設定してしまって、例えば電車の遅延があったり、さっき言った乗り換えを失敗したり、あと車で行かれる方は想像以上に混みます。普段よりも混むということを想定しておいてください。だから運転しながらどうしようどうしようっていうことが起きちゃうと困りますよね。でも1時間前とかに設定しておけば、30分遅刻しても、その想定より遅れても、実際その始まる時間の30分前には入ることができますので、基本的には1時間前に着くようなシミュレーションをしておく。で、何かアクシデントがあってもすぐ対応ができる。精神的に気持ちの余裕を持って試験に臨めるように、想定しておいてください。続いては持ち物の確認です。今画面いっぱいに表示されていると思いますので、こう必要であればスクショしてください。で、持ち物の確認に関しては必ずお子さんだけじゃなくて保護者の方のダブルチェックをしてください。それでは一つずつ確認していきましょう。で、できればですね、準備は前日ではなくて1週間前ぐらいからもう確認しておきます。1週間前に確認、その翌日も確認、もう5回6回っていうチェックを重ねて、こんだけチェックしたら忘れ物はないでしょっていう安心感で当日を臨めるようにしてください。前日準備とかやめてください。必ず前もって準備をされる。で、さっきも言いましたが、お子さんだけではなくて保護者の方もダブルチェックでやってください。で、一つ目が受験票です。で、当日雨が降ったり雪が降る可能性もありますので、受験票って紙なので濡れちゃうと困っちゃうんですよね。だからあと小さめな、クリアファイルかなんかに入れて、もし心配であればクリアファイルの端っこをセロハンテープで貼って防水もした上で持っていくと安心です。二つ目は身分証明書や生徒手帳です。これを実際に使うことってそんなに実はないんですけれども、例えば受験票をなくしてしまったり会場で紛失してしまったりした時に、それを提示することで、再発行というか対応してもらえることもあるそうなので、必ず自分の身分証明ができるもの、生徒手帳とは持っていってください。三つ目は筆記用具です。で、ここは少し細かく説明させてもらいますね。で、マークシート等で鉛筆を使われる方と、シャーペンをね、筆記で使う方は分かれると思うんですが、人は基本的には多めに持っていくっていうのをテーマにしてください。私だったらシャープペンシル使うんだったら2本か3本、鉛筆だったら4本から6本ぐらいを持っていく形。で、消しゴムは必ず2つ以上です。私はすごい心配性なので3つ持ってってました。あとは鉛筆を使われる方は鉛筆削り、あとは高校受験とかだと作図問題もよく出てきますので、コンパスと定規も必ず持っていきます。で、複数持っていく理由なんですが、例えばシャーペンシルが会場で壊れる可能性はゼロではないですよね。ノックしても出てこない、テンパりますよね。周りに借りれませんからね。なので複数持っていく。あとは消しゴムを複数持っていくのは、やってる途中に落ちちゃうことあるんですよ、消しゴムが。で、その時手上げられますか？こう無言であげれば拾ってもらえます。すいません、消しゴムがって言えるんですけど、この時間がもったいないし、これでリズムが崩れます。であれば後で取ればいいや、まだあるしっていう、
こういう状態に持ってった方が自分がベストパフォーマンスに近い状態で試験を戦うことができますので、その辺も想定していきます。で、鉛筆削りとかシャーペンの替えのシーンもそうですね。その辺も万全な準備をして臨んでください。で、続いては時計です。で、試験会場によっては時計がないところは本当にあります。で、時計がない、時間がわからないはものすごい不利です。結局時間配分をしながらの戦いになりますので、そこができないっていうのはもうテンパりますし、どうしようどうしよう、多分ベストパフォーマンスなんかほど遠い状態で試験を受ける形になりますので、必ず持ってってください。で、その時のポイントは絶対スマホはダメです。普段スマホで時間ね、カウントしてる方もいるかと思うんですが、スマホは使えません。あと置き時計も基本的に NG なので、腕時計を持っていってください。で、腕時計の時はアラームの設定が実はされてたりするパターンもあります。試験中に自分のアラームが鳴ってみてください。もう平常心じゃなくなっちゃいますから、必ずその設定も事前に確認しておくようにしてもらえたらと思います。で、続いてがハンドタオル、もしくはハンカチや、あとティッシュ、マスクです。私が大学受験の時の話なんですが、私高校生の時から花粉症になりまして、結構ひどかったんですね。で、下を向くと鼻水が垂れてくる。垂れてきそうになるから、で、毎回吸うんですよね。で、これって多分分かる方いると思うんですけど、集中力途切れません？鼻水垂れそうになってるっていうのを気にしなきゃいけないと。で、当時はですね、今みたいにマスクが必須ではなかったので、こう、ハンドタオルの間にティッシュを挟んで、私こう押さえながらやってたんですよ。もう、で、吸うのが嫌だったので。でも今マスクですよね。だからマスクだからいいじゃんって思われる方いるかもしれないんですが、マスクに鼻水つくの嫌じゃないですか。だからそこに間にティッシュを挟む。別に隠してるからバレないから、そんなもの。それをやるためのティッシュも必要だったりとか、自分は細かいんですけど、咳をするときはハンドタオルにしたいんですよ。咳ってやっぱ唾が出るので、ここに唾が飛散でマスクにくっつきますよね。で、会場があったかて寒かてとか移動するので、これが結露になるんですよ。で、私このマスクの中の冷たい結露はすごい嫌いなので、だから咳する時とかはちょっとねってハンドタオルに変えて、でマスクをし直すみたいな。そうするとマスクをしてる時に変なこうなんだ違和感がない状態、いいコンディションで臨める。すごい細かいことなんですけど、こういうことめちゃめちゃ大事です、試験の時に。なので、そういった3点セット、ハンドタオル、ティッシュ、ハンカチは絶対マスクは持ってってください。で、多めに持ってってください。マスクの替えとかも、私だったら今つけてるやつを多分4つつけてきます。試験1回ずつ変えていくぐらいのイメージでもいいです。まあ、お金かかるって思う方もいるかもしれないですけど、いいコンディションで臨むためだったらすごく大切な意識だと思いますので、ちょっとね、頭の片隅に置いておいてください。で、続いては現金、そして IC カードのチャージです。まずは現金についてなんですが、昔ですね、塾講師やってる時にある保護者の方がいらっしゃって、なんかこう高いお金を渡しておくと験担ぎになるという何かで見たらしいんですよ。で、自分のお子さんに1万円札を渡して、行かせたというのがあって、もうダメです、ダメ。まあ、そんな額、まず高額な額必要ないですし、例えば中学生とかの1万円って大金なので、まあ、高校生も大金ですけど、ドキドキしちゃうんですよ。なくしたらどうしようって、もういらない、そういう意識、余分なその気を使う部分はなくしたいので、ひとまず必要な額、もう1000円札3枚とかでいいです。で、1万円札を持たしちゃいけないのは、高額っていうところと使えないところ多いので、意外と千円札しか使えないっていうものもありますから、必ず千円札で渡す。で、もっと大事なのは小銭です。小銭をある程度いっぱい持っていく方が使い勝手がいいので、まあ千円札3枚から5枚ぐらいと小銭を渡しておいてください。あとは電車を使われる方、IC カード、まあスイカとかイコカ使われる方いらっしゃると思うんですが、チャージは絶対に前日までにやっておきます。その行く日にチャージすればいいじゃん、やめましょう。混みますよ。同じこと思ってる方いっぱいいますからね。で、会場に行く時間、普段電車使ってる方だったらまだいいですけど、皆さんが思ってるように混みます。全体的に。なので、どうしよう、チャージ間に合わない。いらない。前日までにね、済ませておけば安心できますから、チャージは前日までにやるっていうのを大事にしてください。あと2つです。で、次が昼食と軽食です。ご飯をね、必要になる方も多いと思います。で、昼食に関しては、これはコンビニで買ってもいいですし、お母さんとかお父さんのお弁当で持ってっても構いませんが、食べ過ぎないようにしてください。食べないはダメですよ。食べてほしいんですけど、お腹いっぱいで満腹ってなっちゃうと、これもまたね、集中しにくくなってしまいますので、程よい量を買うように、買うか食べるようにしてください。
あとは昼食以外の時間、結構長期戦のね、受験の時もありますから、後半やっぱり疲れてきちゃうんですよ。で、その時に短い休憩で少し軽く食べられるもの、私はチョコとかがおすすめだと思ってるんですが、そういったものを持っていくのもありですね。そして最後が防寒グッズです。受験期、日本はとにかく寒いので、防寒グッズを大事にしてください。で、その時の意識が手です。この手をかじかませないことです。皆さんも寒い時のところに行った時に手がなかなか動かないっていうね、経験したことあると思います。これがですね、試験本番になると、まず動きにくいのでやりにくい。そしてやりにくいから焦る。テンパるから頭の回転がうまくいかなくて普段通りのパフォーマンスができないっていうすごい悪循環に陥ります。で、例えば会場に行けば結構そこそこあったかいところもあるので会場に行ったら治るでしょって思うかもしれないんですけど、意外と治らないんですよ、このかじかむ手って。なので、北海道とかを必ず持ってきます。手袋とかでもいいです。そういった手のとか指先を温めるっていうのを大事にしてください。で、もう一つがですね、結構制服で行かなきゃいけないっていう子も多いと思います。で、女の子に関してはスカートになりますよね。例えばタイツとか履いていく方ももちろんいるとは思うんですが、ただ末端冷え性の方が、女の子は多いので、足先です。足の指先がすごい冷えちゃう方っていると思うんですよ。で、意外と使わない方多いんですけど、靴下に貼る北海道みたいなのってあるんですよ。これ薬局で売ってます。で、こういったものも使ってください。で、足先、もちろんね、この指にはね、書く文字には関係ないんですけど、末端冷え性の方って冷えすぎて痛かったりしますよね。で、そこまで行っちゃうと、試験中にまた余計なことを考えなきゃいけないんですよ。そういったリスクは除けるものは除きます。なので、そういった意味で、その足先とかにつけるものも大事にしてください。で、最後にこの北海道に関して一個伝えたいことがあって、普段使ってないのに試験当日だけ使うと違和感が出ます。もしこれをご覧いただいている時に試験までまだ何日かあるようでしたら、ちょっと今日も買ってもらって、試験の時に使おうと思う方は今日買いに行ってもらって、今日から試してください。明日からでもいいです。普段から試しておいて、そっか、こんな感じなんだって。例えば、靴下に貼ってみてやってみたんだけど、逆にあったかくなって違和感がある。慣れてないからちょっと気持ち悪いって思う方もいるかもしれないです。その場合は、慣らす方向に行くのか、そもそもそれをやめるって方向、どっちかに切り替えることができますので、普段からやっておく。手の北海道そうです。かじかんで朝起きて寒いなって時に、まず北海道使ってやってみる。どういう風に温めたら自分がね、早くこれがね、良くなるのかっていうのを試しておくのがすごく大事になりますので、その辺もやってみてください。さあ、続いては本番までの過ごし方です。ちょっと動画長くなってますから、もし必要だったら休憩入れてくださいね。で、基本的に直前に何勉強したらいいんですかって聞かれることが多いんですが、新しい参考書をやらなければ正直何でもいいです。個人的におすすめしているのは、今まで勉強したものを確認してください。やったものを見ていくんです。こんなことやったな、こんなにたくさんやってきたなって。で、その中でうっかり忘れているものもあると思います。人間なんでありますから、その時気にしちゃダメですよ。あ、やったのに忘れてるなんていいんです。人だから当たり前です。だからそれを思い出す作業をすればいいんです。新しい参考書をやらない方がいい理由は、新しいものにチャレンジする力と思い出す力って、思い出す方が簡単なんですよ。すぐにできます。で、新しいものにチャレンジしちゃうと、やっぱりできないものにいっぱい出会ってしまうので、はあ、これもできない、これもできないじゃん、もうどうしようっていう焦りがどんどん重なっちゃうんですね。で、直前って緊張感が高まってるし、やっぱり焦り不安があるので、勉強効率は当然下がります。下がって当然なんです。下がる時期だから、それにフィットしたやり方を選ぶべきなんです。で、それがやっぱり今までやったものを思い出す作業とか、こんだけやったなって確認することで自分の自信にもなります。で、そういったものがおすすめなので、もしこだわりがあればそれを、ね、違うものをやってもらっても構わないんですが、何やろうって迷っている方は、今までやったものを確認するっていうものをやってみてください。この直前の期間で自信を高めようと、自分の持ってる自信を高いところに持っていくぞっていうのは基本的に難しいです。難しい。そんなに強くない人は。だから、自信を高めようじゃなくて、自信を減らさないようにしようっていう意識を大事にしてください。自分を責めることは簡単ですから、そうじゃない。いいですか？今までやったものを確認して、こんだけやったんだ、大丈夫、よくやったじゃんって。自信を高めることじゃないですけど、キープはできますよね。で、あとは、だらだら、勉強ね、そんなにしなくていいと思ってます。直前に関しては。自分のメンタルを安定させるために使ってほしいので、もう一生懸命やんなきゃなんてしなくていいんですけど、だらだらはしない方がいいです。だらだらは基本的に自己嫌悪につながるので、自信が落ちます。
だからやることはやる、そこそこやることはやってほしいですが、もう一生懸命詰め込まなきゃって、一生懸命にならなきゃって、そこまで切羽詰まらなくていいので、自信をキープする、減らさないようにする、自分を認めてあげる、褒めてあげるっていうのをすごく大事な期間にしてもらえたらと思います。で、次は会場での過ごし方です。おそらくお友達と一緒に行かれる方とか、一人で行ったんだけど会場にクラスメートとかね、友達がいるっていうケースもあるかと思います。で、私は個人的には一人プレイがいいと思ってます。試験の当日は人と交流を取らない方が、休憩時間に話して気分転換ってのはあると思うんですけど、ただどうだったみたいな、試験が終わったんで英語どうだったっていう確認は、仲いいグループで行くんだったら禁止にしておきましょう。みんなで話し合って決めておいてください。どうだったって聞き合っていいことは何もない。確認はしない。ただお疲れ様って、次も頑張ろうねって、もうたわいもない話をするぐらいでいいです。あと SNS のチェックとかもやめた方がいいです。周りにいいものばっか見て自分がダメに見えてくるのでやめた方がいいです。基本的には自分の落ち着く作業、私普通に漫画持っててましたからね、大学受験の時に。それはしなくていいですけど、自分が落ち着いて次の試験に臨める状態を作ってください。休憩時間に一生懸命勉強もしなくていいですからね。なんか問題を見てる方が安心する方はそれでいいです。それでいいです。とにかく次の試験、次の科目にいいモチベーション、いいコンディションで臨めるにはどうしたらいいのかなっていう意識を持って考えてみてください。それは個々によって違いますから、皆さんにとっての答えを見つけて、私はいろいろヒントは言いましたけども、参考にできるところは参考にしてもらって、そういった過ごし方をしてください。ただ、どうだったって聞くのは禁止にしましょう。そして最後に、試験本番、試験解いてる時の気持ちというか、その部分を伝えて終わりたいと思います。何度もこのね動画の中でも話してますし、今までも伝えてきたことですけど、試験本番、前日も前もそうだけど、緊張するし不安に思うし焦ります。もうすごいこうね、いつものリラックスしたコンディションで臨める方のがレアです。だから焦ってもいいし、不安に思ってもいいし、テンパってもいいんです。いいんです。そういう自分認めてあげてください。焦っちゃダメなんだって思わなくていいから、焦るんだからいいんです。で、試験始まった時、まず私がいつも言うんですけど、1枚目めくる時ね、問題集始めって言われた時の、私いつも目をつぶるんですよ。目をつぶってて、始めって言われた時に目を開けた時の、この時にスイッチを入れます。もう自分の中で一番かっこいい目の開き方をします。よしっつって、もうなんかあれ、ドラマの時のドアップになった主人公みたいな、そんなイメージです。だって試験の時には主人公自分ですから、私が主役って思って臨みますからね。で、その気持ちで1枚目をめくります。で、あと周りね、いっぱいね、勉強できそうな子が見えるんですよ。みんな頭の外に見えるんですよ。違います。周りはみんなジャガイモですから。みんなジャガイモです。私しかいないんで。はい、主役です。そういう気持ちで臨んでください。で、たまに周りにすごいシャーペンカリカリくんがいます。もうカリカリってすっごい筆圧強いみたいな方がいるんですけど、基本的にハリボテです。カリカリくんに関しては実力がない子だと私は勝手に思い込んでます。これは偏見ですよ。偏見ですけど、そう思わないと焦るんで。すっごい先に進んでる気がするんですよ。自分まだ問題読んでるのにもう進んでんの？違う、ハリボテって思っとかないと自分がいいコンディションに臨めないでしょ。だからそういった気持ちを持って、自分が主役、周りはジャガイモ、戦うべきは時間配分、そして目の前の問題だけです。みんなは試験始まったら目の前の問題とデートをしに行ってる、2人だけの時間だから、周りは関係ない、ジャガイモだから。そういった気持ちでぜひ臨んでもらえたらと思います。で、うまくいくことのがレアです。一個一個の試験ね、科目終わった後にうまくいかなかった、どうしようって思うことは絶対出てくる。100点だったなって、パフォーマンスとかね、もう全部出し切ったって思うことがレアなの。反省は出てくる、いいよ、反省はしていい。でも後悔はしちゃダメ、いいよ、そんなことしなくていいから。終わったことは終わった、お疲れ様で全てでいい。だから友達とグループで集まった時もそうよ、お疲れ様でいいわけっていう風にやってください。ということで、かなりね長くなりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの試験、もう皆さんが全ての方が合格することを心から願っております。でもこれは綺麗事だってことも分かってます。合格には落ちると受かるがありますからね。ですけど、一人でも多くの方が試験が終わった時にやりきったなって、私よく頑張ったなって、俺よく頑張ったなって言えることはもう心から願ってます。それは全員に可能性がある。100人がそれができる可能性も資質もあるから。だから一人でも多くの方が事前にちゃんと準備をして臨めるような、そういった動画になったと思っておりますので、ぜひ参考にしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ハイチでした。頑張って。